長締めのスナイパー龍虎太郎でございます。今日はなんと林洋一さんがゲストに初めて、出演していただきます。やばい、ド緊張。こんなにね緊張したことない。ないですか。やばい。まあ出ていただけるかどうかわからない上で、僕は携帯で初めてのねやっぱりゲストなんでどうしようかなと思ってたんですよ。で誰かいないかなって、まあ携帯ちょっとチラチラチラっとこうやって見てて、そうしましたらペッと止まったんですよね。あ、もしかしたら吉さんが出てくれるかな。電話をかけました。そしたら、おいおい、あの吉さんお元気ですか。元気、仕事ないけどあの言ってくださったんですけど、まああのそこで YouTube で僕あの初めてやらせていただくことになって、初めてのねゲストが与一のおじちゃんに出ていただきたいって思いまして今回実現いたしました。どうぞお楽しみに。はい、今日はもう大の大の大先輩でございます、僕の大好きなおじいちゃま林洋一さんです。イエイ。いやー、さっきからいいことばっかり並べて言うんじゃないですか。人がいるからと思って。そんなことないですよ。いつも本当に尊敬の身でも本当にいろいろ教えていただいて、ありがとうございます。そういうふうに言われるからね、はい、あのやっぱりなおさらもっとお勉強しなきゃいけないなと思うんですよ。そうですか。そうです。いやもうずっと勉強してるじゃないですか。僕もね分かんないことがあって、はい、坂東彌十郎君っていうのは友達です、はい、分かんなくなったら電話してね、はい、こうだったってやっぱ確認しないとね、はい、非常に不安なものがございます。まだまだやっぱ芸能界ってすごいなと思うのは、うん、今まで勉強してきた中でもまだ足りない。そうですか。5分の4はまだわからないですね。でもおじちゃんにわからなかったら僕たちの後輩はわからないです。だからいろいろ僕聞きに行くじゃないですか。ありがとう。あなたの言ってくださるのはいいけどあるお芝居で、はい、演出家がね、分かんないことがあったらこれ時代劇ですから林洋一さんに聞いてくださいって言われたけど一人も来なかった時もあるし、はい、で見てても間違ってるなと思っても黙ってるし、はい、である時はその近くに若い子がいたんで、君ねあそこのところを所作は行為しないと時代劇にならないよって、はい分かりましたって。で明くる日永遠向こう側の方にいてね、そうなんだな聞いてくんない。そうなんですよね。聞かれるまで教えちゃダメだと、はい、思っております。僕はもうなんか恥も外部もないので自分が分からなかったら聞きます。もうねそれが一番だと僕は思っていますんで。ありがたいことに、はい、やっぱりお勉強したことは答えられますけども、はい、未だに、大衆演劇のある女性の方からとりわけお電話があって、こういうことでしょうか、ああいうことでしょうかというのはございます、はい、あ私も知っている方ですよね多分ね。はい、はい、存じ上げております。男かなと思いますと。ああそう男かもしれませんね。ね、このね、はい、芸能人って、はい、女優さんは大体男です。あそうですね。で男の方が女性神経です僕も含めて。はい、はい、細かいですもんねおじちゃまね。いやそれはね僕大型なんですよ、はい、だから長谷川のうちにいたおかげで、はい、A 型になっちゃった。細かいんですよあのねお茶出すんでもね、こう出すでしょ、はい、とねお茶ってこの辺で欲しい、はい、ここに置いて、あなるほどな。だから自分がねあのついていただいて、はい、付き人ができてからそれが分かった。なるほど。人に渡すときはこう、なるほど、扇を渡すときは要の方をね、はい、こういうのはこうやって渡す、要だよって怒られながらやってた。なるほど。今ね長谷川ってあの聞きましたけど、長谷川和夫先生です。もうこれはですねもう男やってもよし女方やってもよし、本当にね素晴らしい俳優さんでした。長谷川和夫さんって人はですね、はい、女やる時もどっかに男が残ってないといけないよ、はい、女方だから、はい、女にならないようにねっつって怒られましたけども、はい、僕が一回何回かやらせてもらったんだけど、はい、女のおのじもならないねって怒られ歌舞伎の方で、はい、あの人は女優さんに近くしてるねっていう人が多々あって、うんうん、やっぱり長谷川和夫の好きなのは舞妓さん好き。
なるほど。梅光さんはね、はい、どっか男だろ。尾上梅光さんですね。そうだ、尾上梅光さんの、はい、だからどっか男が残ってる女だろ。なるほど。長谷川先生におじちゃまがお会いしたじゃないですか、はい、そのきっかけは何だったんですか。僕ね、鴈治郎の弟子だったから、はい、僕が東京へ来て、今度来年からお芝居に来るんですけども、はい、って言ったら、うちに来ればいいじゃない、はい、で、うちへ行って、うち弟子から始まって、うん、ですから本当にお嬢さんとかね、ご子とかいらっしゃるのに、はい、僕が一番習ったでしょうね、そばにいて。あの、どういう方でしたか、長谷川先生。え、わからない。僕として夏はパンツ1枚でうちの中を動かしてはい、冬場はまあ浴衣を着たりドテラを着たり、一日パジャマの時もありましたし、うん、それで食べ物も美食じゃなくて、はい、ご飯でお茶漬けがいい、はい、楽屋いろんなものが数折ってやろう、はい、料理さんが届くんですけど、お昼食べた後ほとんど残ってるんですね、はい、だ僕は美食でしたついてても太っちゃって付き人やっててで、付き人やってる時に僕はね、たくさん習ってもね、もう喋りきれないのがあるんですけども、長谷川一夫でさえもって言うとおかしいけども、あの人が初日にご挨拶行きますね、はい、初日はおめでとうございます、よろしくお願いしますって大部屋で行ってね、全部草履を揃えて帰って、はあ、挨拶に行ったら挨拶で下見た時に草履を全部揃えて帰るのはこれは礼儀だよ、はい、お風呂へ入ったらみんなさん入って一番後から入っていくと全部お風呂場のゴム草履を揃えて自分が揃えて上がってくる。皆さん聞きましたか。だから親さん、あの俺いるんだから、うん、俺が揃えるからって、いや俺はまだ下向いて揃えられるからいいよ、うん、俺が年取って揃えられなくなったらそこで初めてお前揃えばいいけども、この揃えるということを覚えておきなさい。ご挨拶に回るのも、はい、下の方から順番に回る、うーん、上から順番に回るとね失礼だって、うん、なるほど。だからね、俺の島に出てもらってるのは下の方がいるから俺ができるんだと、はい、衣装さん床山さんがあるから俺は長谷川一夫ですよっていい顔できるんだから、はい、まずスタッフさん衣装さん床山さん大部屋、それからだんだん上がっていって看板さんとこ行くのがこれが順序だ、うん、まあでもその中でも長谷川先生ってこう小道具の使い方、あとは衣装センス、僕たちのカツラをかぶるときにここの網をクリって言うんですけども、うん、そのクリの刺し方に1時間かかった。あのね、うん、役によって全部洗い違いますよね。それはね、うん、巡業中の休みの時は与一、ここは大衆演劇何やってる、大衆演劇ばっかり。あ、なんか大衆演劇好きだったみたいですね。大衆演劇から撮ったのが、はい、サンドガスほっぽってサンガスを踏んで、はい、バンド大衆演劇。なるほど。大衆演劇はこっからね、傘を金目返しみたいにするんだよ、はい、それはやらないんだよ、はい、あとあの鉄子が、はい、ここまで、はい、ハンデッコ、これあの旅支度でまた旅物をやると あのハンデッコっていう、普通は鉄子ってこれまでしてあの藍染めですから、はい、虫とか、はい、防臭防虫ですね、はい、ところがあの人の場合ハンデッコなんです、はい、ハンデッコというのは職人さんがするもんね、うん、旅人がするもんじゃないんだけども、ハンデッコしてこうやってやるとここに地肌が見えるのが色気があるからこれにしようと。なるほど。それは大衆演劇を見に行って教えてもらったんで、親分とかなんかハンデッコにしてこうやるといい格好だから、上の人は全部ハンデッコだった。なるほど。だから要するにこう一本刀土俵入りとか、あとやつ靴掛け時次郎とか、こう立ち回りこうしてる時にもうハンデッコでピッと見えるとやっぱりかっこいいですよね。そう、それとかまたたいものとか、平次とかなんかと地盤じゃなくて、はい、どんぐりを切る、はい、これも職人だけども、ここを開けてこうやった方がいい格好だろう。それで他の役の人と違って見えるから、これも大衆演劇だなと。なるほど。あの毛半の山をつけたのもそうなんだ。背のね、はい、ない人が足がすらって見えるなんだろうなって見てるうちに、あ、山があるっつってその当時はね、こう山じゃなくて三角の山にこうしてたらしいんだね、はいはいはい、それを見てきて、はい、あの丸い山をつけていい格好だったね、うん、なるほどね。だからでもやっぱりこれ長谷川先生のところにずっといて僕は幸せだなって思います。
そういう時代にその先輩方の背中を見ていろいろなことを見て覚えるってあるじゃないですか。その時は幸せも何も思いませんでした。うっせえよ、うっせえな、このゆっくり俺させてくんないのかな休み以外はっていう。うん、でもそのうるささが多分今のおじいちゃま林洋一という人がいるんですね。もう多分にもう、はい、だからそういう方だったら向こう行ったらっもうたくさんいるから、もうね78年生きたけども あちらの世界ってね、はい、お礼言って謝る人が78人じゃ足りない。本当ですか。だってもう大きなところでも長谷川一夫、美空ひばりさん、水谷彩子さん、はい、山田勇さん、はい、美智子さんいますよね、はい、そういうところを回ったり他の中堅クラス下のクラスでも回ったらもう足りません。そうですよね。だって歌舞伎で15歳でさ発売されてさ、うん、50、60のさ弟子を蹴飛ばしたりしてたんだもん、はい、最低ですね。最低ですね。それからね長谷川のとこ行って少しそういう弟子修行でマシになりました、はい、で昭和39年の NHK のドラマから少し世間に騒がれて、だいたい30歳31、2歳まで手のつけられないやんちゃでわがままで横暴でひどかったら、僕今その林洋一を見たら蹴飛ばすね。スーパーマンじゃないで地球を回せるかなと思ってたからね自分で。めちゃくちゃ女性にモテたでしょ。モテるってどういうのかと思ってんの。だからちょっとお声かかったりとか、僕お手紙をいただいて、僕はだから女性って口説くものではないと思うぐらい名前みたいな。ああそういうことですか、はい、そっちの方向性ね。はい、だからお声かけてもらうとは悪いなと思ってお付き合いしたい。じゃあ無口なタイプのスケベだったんですね。大スケベです。今世間でかわいそうなのは、はい、二股っていうと騒がれるけど、はい、で1週間に月曜から金曜までとしたから、うわ、土日は休んでた、はい、だから昔の人って多分もしかしたらお口がクッとチャックの人が多かった。いやそれとね仲間内もそうだし、はい、メディアの方も知ってても、はい、あこれはただの上っ面で付き合ってるからやめようっていうのが多かったから、うん、なるほど。ほら今みたいにみんなが携帯持ってるとか、はい、そういうのがないじゃないですか、はい、当時はもう目で見て言ったことを喋ることしかなかったので、それで27歳から26歳の間は、はい、ひばりさんの相手役をやらせてもらってて、そうですよね、ひばりさんの恋人だというふうな噂で、噂にしたのは、おふくろさんで、芝居が終わると一緒に車に乗っけてご飯食べに行って、まあ、送ってくれたり、あるいは巡業行くと同じホテルで同じフロアなんだけども一番奥にひばりさんとこがいらっしゃって、その間ずっとバンドさんとお弟子さんがいて僕は一番手前にいて、洋一が来るといけないからみんなドア開けて寝てちょうだいって全部ワンフロアドア開けっぱなし。どうやってこれ奥まで例えば行こうとしたら行こうとしたら行くんだって。本当はですよ、うん、恋人という噂だったじゃないですか。恋人だったんですか。心の中あ好きでした。やはり好きでしたしね、僕はねうぬぼれじゃないけど僕のことを好きだったと思います。ところがお母さんという人が、はい、その前にいろんな歌舞伎の方と会って、はい、歌舞伎の名門はいけない、はい、もうお嬢にあんな思いをさせちゃいけないって、とにかくね3人でご飯食べても2人っきりにしてくれた。なるほど。例えばこういうお料理屋さん食べるじゃないですか、うん、僕がいてひばりさんがいて、はい、お母さんがいらっしゃるんだけども、はい、お母さんがついてる人たちにね、うん、ちょっと私トイレ行くから2人見ててちょうだい、ここで何ができる。ここでそりゃそうですよね。手は握れるけども、うん、それ以外何ができるのっていうぐらい2人の時間がなかった。例えばじゃあひばりさんとのねいろいろ舞台なり映画なり、してましたよね。何か思い出の作品ってありますか。一番の洋一さんの思い出の、おじいちゃまの思い出の、あっち行ったらもう一回やりたいなと思うのはね、はい、お夏青春。へえよかった。そうですか、うん、一番エバってる間。そうなんだ。なんでここは違うよ、歌舞伎じゃここのとここうやってこうやってやるんだよ、うん、
一番僕が美空ひばりさんに口出しできたのはそれが一本だし面白い作品だったんだよね。はい、僕も一度だけ美空ひばりさんにちびたまの頃にお会いしたことがありまして、ちびたまの10周年があったんです。で、大阪の毎日ホールという、はい、そう、はい、そこで、はい、たまたまちびたまが白波五人男、はい、弁天小僧菊之助をやる作品だったんですよ、はい、その衣装をひばりさんの衣装を松竹さんから借りられたんです。奇跡です、これは。もうこれただの一回、それで初めて衣装をお借りしますっていうことで梅田駒劇場に乗ってる時にご挨拶にさせていただいた。はあ、そうですか。はい、それで借ります。ね、僕、はい、あ、でもその当時はごめんなさい、分かりませんでした。陽一の衣装ってことまだお会いしてなかった。その当時は6年間いたんだから、はい、いたと思います。そうですね。で、その時にあの初めてそのひばりさんにお会いして、 あなたがちびたまちゃんね、ちびたまという言葉は、はい、覚えてくださってて、とてもあの舞台外れるといい優しい親子さんなんですけどね、はい、稽古になると鬼になっちゃうんだねひばりさんは厳しい方でしたか。うざかったです。あ、そうですか。男はうまかったからね。だから僕はいろんな方、よいちそこんとこさ声できないの、おいおめえさ、これから先さぐるっと回って気をつけるって、うん、くるっと回るの好きだったね。なるほど、それ大衆演劇の独特なところですよ、うん、もう名前出しちゃいますけど、うん、樋口二郎さんがくるっと回るの好きだったんですよ。はあ、どの時代の樋口さん。初代です。あ、じゃあ僕知ってる。知ってます。僕あの演出させてもらった生ドス中心村っていうの。そうなんですか。何屋さんの好きな、はい、何屋さんですか。倉太郎っつって、はい、大石倉之助、はい、三里英二さんが、匠の神と同じようなやつ、はい、でその時樋口さんが何やったんだろう、はい、市川戦車さんっていう人がいた。戦車さんいました。大好きだった僕は。こんな上手い人がこんなとこにいるっていうぐらい、その方がキラーをやるんだった、はい、大日向さんが俵星玄馬の役、はい、っていうふうな樋口さん出てらっしゃいました。あの当時御三家って言われてたんです。なにわ三之助さん、樋口二郎さん、三里英二さん、そうそう、はい、もうこのお三方がもう御三家。樋口さんご兄弟いらっしゃってる。はい、弟さんがね、はい、あ、覚えてる。はい、霊二郎さんですね。はい、はい、あ、古いですね。古いですね。古いもだって古いですねもう大衆演劇のことを語らしたらもう多分1日半2日ぐらいかかりますね。僕だから長谷川の影響でずっと大衆演劇を見るような。昔の歌舞伎役者さんも、はい、いろんなものを見に行ってお勉強した役者さんが随分いらっしゃる。なるほど。六代目さんとか右大門さんとかっていうのもおそらく見てらっしゃったと思う。確か僕だから九州へ、はい、熊本踊りの会で行って玄海龍さんと一緒で、はい、玄海さんが僕の踊りです。それで見て林さん、林さんの踊りは大衆に近いですね大衆です、長谷川瑞ですから僕がちびたま、大衆演劇のちびたま時代にひばりさんのおしま仙太郎が大衆演劇界では一世風靡したじゃないですか。どこ見にでもそれがあるんでねもうだから恥ずかしいわ、なんかでも背筋が続々必ず出るんだね。でもその中でぜひにおしま仙太郎の歌はひばりさんですよね。でセリフはよいちのおじちゃまですよね。であのセリフのもう最後の締めの締めがかっこよくてまだ未だに耳に残ってるんですよ。あれはね、駒正男先生に怒られながら、うん、あとはどうでもいいから最後のこの一行だけちゃんとしてねって言われて何回も何回もやって、その昔はね、はい、バンドさんがいて、ひばりさんがいて、はい、僕がいて、全部同時録音、はい、5、6回やりましたかね。はぁ、僕はいい気持ちで喋るとね、ひばりさんが、よいち、そこまで喋ったら2コーラス歌えないまだはみ出すもう終わってね、おふくろさんにね、ゆういちね、うちのひばり一発 OK だ、はい、
5回も6回も歌ったのはあんただからねって言われてすいませんで残って古賀先生と2人で別で撮ったんです、はい、もっと早く喋って、はい、もっと早く喋って最後のそこだけその前に間を空けておいてそこだけ大事なのって言って。なるほどね、分かんないじゃん。そうだよね。でもそのイメージってあるじゃないですか、うん、そのまあ古賀先生のイメージ、ひばりさんのイメージっていうのはありますよね。でその中で曲の化けの皮を剥がされる、はい、ここまで逃げ忘れたのはおしまさん、はい、みんなお前さんのおかげだよ。かっこいい。ここなん。それでワンコーラスのところと人間が変わってるから役者とはちょっと崩れたような言い方でやってちょうだいねって言って、はい、キノキの看板を上げた。その時はおしま旅芸人の足を洗っておいらの世話に応募をじっつってね、これ言い方を貴重だよ、これ変えてちょうだいっていう風に。ありがとうございます。言われてそこの一行だけ大事に。もう一個いいですか、はい、最初のおしまさん、おしまさんもうこの時期あのおしまさんがね俺なんかセリフって言うと、おしまさんもう若旦那若旦那と呼ぶだよしてくんなとこう言いたいの、はい、ところが古賀先生はおしまはここにいるんだよ、はい、ここにいておしまさんもう若旦那若旦那と呼ぶだよしてくんなって、長谷川一夫さんってそういう言い方しません。長谷川一夫ですか。ムッとしてますよ。ムッとしてだからおしまさんもう若旦那若旦那というのは許してくんな、今のおいらはヒノキ屋の若旦那でもセンタルレッドもありゃしねっていうの、普通は今のおいらヒノキ屋の若旦那でもセンタルレッドもありゃしねって巻くんだけども、うん、巻かないで喋っといて2コーラスの時に巻き下にしてねって言われて。なるほど、そういう作り方があったんですね。だからその役がね、はいはい、うん、だからすごいですね。いやもうね、歌っていうのはこんな短いセリフでもそういうことをやんなきゃいけないんだと。幸せ、もう今日は幸せ聞けただけで。なんだよ、だってもう何十年ぶりですよ。何十年ぶりに言いましたセリフ。僕ねこの前言ったのは15年か20年前に言ったことございます。そうですか。その時はまだ台本見ないで大体覚えてましたね、はい、素晴らしい。いかにその苦しんでやらされた苦しんでやらされたからこそもうセリフって入ってるもんですか。だからお芝居って、はい、若い時に叱られて、はい、わーってやったことは覚えてるんですよ。覚えてますよね。学校の先生でも、うん、優しい先生は覚えてない、はい、叱ってくれた先生は全部名前も覚えて覚えてますよね。だから後で、あ、俺のこと思ってやってくれたなと思って卒業して思い返して名前がインプットした、はい、そうですよね。いや幸せ、もう今日はこれを聞けただけで本当に皆さん貴重価値ありますよ。話題これだけ話題、うん、なんか、ね、話題というか、うん、僕はちびたま時代にそれをやってたんだ。おしま仙太郎を。そうなんですよ、僕がおしまをやっていて、そんなちびたまの頃でおしまをやるんですよ。で仙太郎が森川座長がやってたんです。クソ生意気な時代ね。そう、クソ生意気な時代ですよ。そういう顔してたの僕ですか、うん、僕が俺もそういう顔してるもん昔の映画見たり作品見ると。でもね、それはね、長谷川一夫の俺言ったこと、はい、お前ね、はい、今お前の言ったこと一挙一動がみんな周りって思うだろうって、はい、そういう時代があったんだからこれを大事にしろ。なるほど。そうじゃない俳優さんもいるんだから、はい、生意気になるともう底抜けにもう手のつけない生意気を今のうちやっとけと。その代わり5年6年10年経ってこれだったらお前自分の首絞めるからそこで改めるんだよ、好きなようなことやれっつって。好きなこと言って好きなようにやつ。そうです、ね、だからそういう時期があったんだからありがたいと思いなさい。僕も好きなようにやってました。そういう時代を過ごしたからこそおじちゃまもあるんですよね。あるし、もう申し訳ないですね。いやいや、もう何を、もうね、だからその現場にしろね、はい、スタッフさんにしろね、もう何にしろ本当だから78年足りない。でもそれがあったからこそね、本当に今があるんで。でも今もかっこいいですよ。いやもう早く行ってね、謝りに回りたい、うん、改心しましたね。もう今まで今は本当にもうどうやって謝るかなっていうぐらい
謝りたい人もたくさんいますね、はい、ところで話変わりますけど、はい、僕たちの出会いって覚えてる先週の覚えてますよ僕の部屋まで飛んできた兄ちゃん今日は手が逆になっ手が逆になっ申し訳ございません逆転が来ましたって言って悲しい覚えてないって今林洋一さんにとって俳優の心構え何ですか貧弱旅が